不安の声が聞こえる。その声は次第に大きくなり、多くの人が私を否定しているように聞こえる。耳を塞いでこう、いつになったら私は幸せになれるの。皆さんこんにちは。カメラマン物書きをしておりますエスケです。本日は不安をテーマに風間さんと話していこうと思います。皆さんの善なる意識に、こんにちは、カズマです。霊能者画家、詩人として活動しております。よろしくお願いします。お願いします。今日も声張り気味で。そうね。ちょっと序盤、声張れてなかったなと思ったから。いいですね、うん。ここからは声を張って話していきたいと思います。はい。今日は不安をテーマにということですが。はい。どういった要件で？不安の声。うん。うん。やっぱりこの、自分の中でいろいろ考えていると、うん、自分を否定するようなね、うん、自分の声が聞こえてくるわけですわ、内側でね、うん、いやいやそんなこと考えててもしょうがないでしょとか、ね、お前にそんなことができるのかと、うん、いろんな声が聞こえてくるんですわ、ね、それにねこの納得したりした時あって、うん、ああ俺はダメな人間だみたいなねパタッと倒れる時なんでね結構あるんですわ、うん、屈服しちゃうんだ、うん、うん、そういう不安の声ってどうしたらいいんだと、うん、片っ端からねぶん殴ってもしょうがないんでもう数多すぎてね、うん、うん、止まんないんですよ、うん、逆にやられちゃうと、いやもうね1対もうたくさんなんで、うん、大変ですよ1対100みたいリンチになっちゃうんですけどせいぜい1人2人ぐらいですよ倒せて、うん、最初の1人2人目ぐらいなんだ、うん、もう 2,3 人目以降はもうね逆に僕やられちゃいますから、うんうん、たまんないんですよ。なるほどね、うん、不安の声、心の内側で起こる不安の声、はい、まあ、結構いろんな人があるんじゃないですかね。その不安の声が起こることによって自分の夢だったり目標だったり現実にしたいことを叶えずに一歩手前でやめてしまうっていうね。めちゃくちゃやめるわ、うん、まあ、危機管理なんて言葉もありますよね。あーなるほどね、うんうん、それが危険予測だとして、うん、その不安の声を危険予測として、いやこういう不安があるよな、だからやめとこうかなとか、そのリスクをね負わないっていうこともねありますよね、うん、その不安の声に耳を傾けたいのか、それとも自分のこうしたいっていう声に耳を傾けたいのか、まあものすごいシンプルな問いですが、うん、まあ、自分の声に、自分のこうしたいっていうことに耳を傾けたいですよね。そりゃそうだ、うん、エスケの心の中では具体的にどういう心の声が鳴り響くのでしょうか。どういう、まあ例えば僕は物書きをねおやっているんですけど、うん、まあまだまだ全然なんですか、うん、その青々しいとね、はい、僕は敬愛する先生の前とかでね、うん、このいや僕も小説書いてますよなんて、小説家ですなんてね胸を張って名乗れないわけですから、うん、そういう時になんていうんですかね、このそういうこともあるんで、あの堂々と胸を張りたいって思った時に、いやいやお前なんてみたいなね声がね内側から聞こえてくるんですよ。お前なんてってなんて言ってくるんですか。いやいやお前全然書いてないやんけと、うん、本物の小説家はもっと、うん、めっちゃ書いてんねんって、面白いし伏線もたくさん考えてね構成も素晴らしいしキャラクターも素晴らしいしみたいなね、うん、いろんなこと言ってくるんですわ、うん、うるせえと一人二人は倒しますけど、エスケそいつに対して最初うるせえって言うんだ、うん、黙ってろとね、うん、どんな風に戦うの、ガチャガチャ言ってんじゃねえぞと、うんうん、俺は書くって言ったら書くんだよみたいな、ほうほうほう、あの強気に出るんですけど、うん、あのね背後から 2,3 人目がやってきて、うん、とは言っても自信なんちゃいますと、うん、肩叩いてくるんですよ今度は違う角度なんだ、うん、いやポンポンそうなんだよ俺ちょっと自信ねえんだよみたいなねそいつにこの合わせてしまうと、うん、なんで自信ないかって、それはお前がダメだからだよと、うん、そうか俺ダメだな手のひら返されるんだ、うん、そうなんですよ、ちょっと味方だと思ったのにね、味方だと思ったのに、一緒に自信つけていこうぜとかじゃないんだね、うん、うん、それはお前才能ないからだよみたいな言ってくるんですわお前才能ね、うん、あなるほどね、お前学もないしね才能もねえんだからね普通に就職した方がええんちゃいますよお前にはそんなの無理無理みたいな、うん、言ってくるんですよ。なるほどね、うん、じゃあまあ僕がその対処法を教えちゃいんですけど、あお願いします。自己対応ですね、うん、まあそれ不安の声も一種の自己なんですよ、自分自身、なるほどね、うん、誰かではない、うん、闇の声ではない、自分を通して闇が語りかけてくるかもしれませんが、またそれも自分なんですよね、うん、
でじゃあエスケ、そのお前才能ないんだからってね、うん、自分が自分に対して言うとするじゃない、うん、才能ないって言われるとするじゃない、うん、エスケそれに対してどういうふうに反応します？まあな屈服してるじゃないですか。いや違うんですよ、まあその才能云々なんて正直どうでもいいんですよ。ほう、うん、ねえ、それは分かってんすよ、うんうん、なんですか、結局はねえ、いっちゃんすげえのは書き続けることなんだから、うん、ねえ、才能あっても書かなきゃってね意味ないんですから、うん、書き続けるのがいいんですわ、うん、そんな書くじゃないですか、うん、で書き上がったもん、うん、出来上がったもん自分で読み返してねえじゃないですか、うん、なんだこれはとお前こんなん世に出す気なのと、うん、クソつまんねえなってお前恥ずかしくないのこんなんと、うん、ねえ言ってくるんですわ、うんうん、もうそいつはね強敵ですよ、うん、こっち素手なのに向こう槍持ってますから、うん、なるほどね、うん、遠巻きからチクチクやってくるんですよ、うん、胸元から拳銃出してくるんだそうなんですよもうねこっち素手なのに、うんうん、リボルバーでね、うん、一発一発撃ってくるんだ、パワーパワーパーンとね、うん、撃ってきてね、もう、うん、手も足も出ないです。なるほどね、うん、じゃあエスケさ、そのエスケが出来上がった原稿にも、うん、誰かに持っていくとするじゃん、うん、こんなの世に出して面白いと思ってんのって言われたらエスケどうなんて返す？顔パンですよそいつの顔面ぶち抜いてやりますよ。いやそれどういう思いがあるのそこに。いや腹立ちますよねシンプルに、うん、どんな思いがある。どんな思いか、うん、お前にかけんのかと、うん、いやでもその人が、うん、エースキーよりもうものすごい小説書いてたらどうする。あーエースキー知らなかっただけで、家燃やします違うか違うか、うん、でもエスケが言ったのは、いやお前に書けんのか、いや書けるよ俺小説出してるもんって言ったらどうするんですか。きちいな、グーグーでも出ないですうん、きちいな、悔しくて家燃やしちゃうわなるほどねでもそのそもそものエスケの心の根底にあるのって、うん、まあ悲しみだと思うんですよね悲しみなんですか。うん、怒りは悲しみなんですよ。まあそれは僕もなんとなく分かりますよ、うんうん、だからエスケが原稿持ってって、ね、うん、スキップして持ってって、あこれ面白いなって持ってって、うん、こんなの世に通じるか、うん、クソほど才能ないなお前って言われるとするじゃないですか、うんうん、エスケは怒りに狂いますよね、うんうん、噛みつきますよ。なるほど。実際のところは、まあ、エースケは岩盤もできず噛みつきもできないのかなと思うんですけど、まして家の放火なんてね、うん、火使ったことないんで、うん、絶対無理っすわ、うん、まあね、うん、マッチもろくに使えないですからねちょっとねそれ本当だからねこれちょっとね奥で行きたい。額もないなそうなんですよ本当に、まあ、そういう言葉たちに対して、うん、エースケが自己対話をする必要があるんですよ。自己対話ですか。不安の声に対して、うん、それこそ怒りだったり何か負の感情に飲まれて返してしまうっていうことは対話にならないんですね。文字通り話にならないと。そう対話をする必要があるんですよ。ほう、それこそ不安が何を思って何を感じて本当はどうしたいのかなっていう、うん、エースケなんですよそれも。なるほどね。不安ちゃんも、うん、それこそお前才能ないなっていうエースケもエースケなんですよ。うん、自信ないんちゃうっていうエースケもエースケなんですよなるほど。うん、そういうことはそこに何か計らいがあるんですよ。ほう、エースケを止めようとしてるのかもしれない、リスクを軽減させようとしてるのかもしれない。ほうほうほう、わかる。僕がそれを世に出して痛い目見ないようにと、うん、そう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 、あそうなんです。そういう可能性もあるでしょ。わかる。なるほど。裏側に何があるかわからないじゃない。まあ、何か計らいがあるかもしれない。ああ、過激なことは言いつつも、うん、俺思って言ってくれてるかもしれないと。なるほどね。でもエースケンがそれらを岩盤してみんよ、うん、そんな言葉聞けないですよああ、まあ確かにな。残るのはエースケの心にモヤモヤが残るだけ間違いねえや、うんうん、だからエースケンが彼らに対して、うん、なんでそう思うのかをエースケンは関心を持つ必要がある、フラットに思う必要がある。でもエースケは自分が自分のものを最高傑作だと思ってるわけでしょ、うん、あの一方で、うん、だからエースケはそれに対してただ自信を持てばいいの。自分はそう思ってる、でも目の前の人がそう思わなかったとてなんですよ。ほう、うん、だってエースケが小説を例えば出すとするじゃん、世の中に 100% 読んで 100% がいいって言うとは限らないじゃない。あーまあ確かにな。でしょ、うん、
あのイエス・キリストですらな、うん、アンチがいたわけだからな。そう、うん、聖書だってね、うん、嫌いな人いますからね。まあ確かにな、うんうん、だからエイスケはそれの人らを岩盤してたら意味ないんですよ。何人いるか分かんねえしな、うん、そもそものな、うん、エイスケのモヤモヤとか心地いいを選択するならば岩盤ではなくて、エイスケがそれらを聞いてどうしたいかって思うってことでもありますから。なるほどね、うん、それこそお前才能ないなってエイスケに対して言ってくる、うん、この才能ないなってこの人がなんでそういう風に思ったんだろうっていうのをエイスケは知る必要がある。あーそうか、うん、なるほどね。もしエイスケが知りたいならばなんですよ。知りたくなかったら無視すればいいのか。興味ないから別に知りたいと思わないじゃないですか。まあ確かにな。それこそ誰かエイスケの友人に、うん、茶道を誘われたとしますよね、うん、誘われてエイスケ興味なかったらいや別にいいかなって言いますよね。まあそうですね、うん、それがその言葉が過激か過激じゃないかによるんですね。なるほどね。そうだからエイスケはそれが興味なかったら別にあいいやって言えばいいだけですから。そうか、興味ある方向に行きゃいいのね。そうだからエイスケがお前才能ないなって言われたとして才能ないって何なんだろうって考えればいいんですね。うんうん、でじゃあその言ってきた自分に対して才能ないって何だろうって問いかけてみればいいんですよ。うんうん、なんて返ってくると思います。まあ才能なんつうものは幻想ですわ。そういう風に対話が繰り広げられるんですよ、うんうん、それこそがエイスケの向上につながるんですね。うん、なるほどね。対話を岩盤で終わらしちゃいけないと。その通り。なるほどな。そうで、なんで岩盤で終わらしちゃうかっていうと怖いんですね。対話するのが怖いんですよ。そうか。そう、それこそ自分が持ってるものを自分が否定するのが一番怖いんですよ。間違いない。うん、そもそも誰かはエイスケの持ってるものを否定 なんかしてないかもしれない。うん、わかる。そも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 の、でもエイスケが自分のものを居心地悪くさせるのが心地悪いんですね。うん、うん、だからエイスケはそれを守ろうとするんですね。でそれがプライドになるわけですよ。うん、そのここでも出たか。それこそ陰湿小説家みたいになっちゃいますからね。言葉いいのか分かんないですけど、うん、絶対嫌だわ。それこそなんか自己満足ってあるじゃないですか、言葉で。ああ、なるほどね。そう、それこそ、うん、自分の不安の声とかを一切がさえ無視して悪い方で無視して、うん、抑圧して自分の中で完結させるってことですよね。はあ、それは泣けるわ。うん、それもそれで全然いいとは思うんですよ、ぶっちゃけ。ほう、うん、もし心地よければね、自分が、うん、自己満足って別にいいと思うから、うん、でもそこで自分がどうありたいかって感じるともっと面白い作品を描きたいっていう根底があると思うんですよ。うん、あるでしょ。だからこんなんつまらねえよって言われたとしたら、エイスケはそこでそうなんだよね、俺ももっと面白い作品描きたいと思ってるんだよねっていうのが素直な気持ちなんですよ。確かにな、うん、うん、でしょ。いやそうだな、そういうこと、うん、そういうこと。今のでこういう風に返していったらいいっていうのがなんか分かったんじゃないですか。なんかそうな、そのネガティブを別に返さなくて済みそうだわ、うん、そうそうそう、うん、それこそエスキーに対してさ、お前本当はどうせ自信ないんだろって。そうなんだよ、俺自信ないんだよね、俺と一緒に自信つけていこうぜってね、返したらいいわけですから。うん、なるほどな。そうそう、そうか、一人ずつ味方につけていく必要があると。その通り、うん、フラットに会話したらいいんですよ。うん、友達100人作ったらいいんですよ、自分の中で。なるほどな。うん、敵じゃないですから自分は。そうか、確かにな。そう、敵にしてるのは自分ですからね。してますわ。うん、バチバチですわ。うん、うん、自分のストイックさって、うん、その刺激し合うことですからね、自分で自分を。ほうほうほう、うん、痛めつけ合うことではないですからね。なるほどね、うん、どう。刺激し合うか。そう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 、うん、それこそまあじゃあ昨日怠けちゃったなと思ったら、そこでお前何やってんだよ、そんなんじゃ小説家になれねえぞって言葉があるとするじゃないですか。うん、めちゃくちゃ聞きます。うん、そうだよな、ありがとう、今日は頑張るわっていうのも素直さなんですよ。そんなんでいいんですかと。いいんだよ。あ、そうなのか。うん、うん、だってプラスやん、激励してくれてるんやから。あ、
やっぱ休んだ分取り返せなってな。うん、取り返してないよ休んだ、そのサボった分は。もう無理なのか。だって昨日を今日生きられないじゃない。まあ確かに、うん、でしょ。ナンセンスなんですよそうか、食べ放題で元取ろうとするようなもんか。そう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 、元取ってんのか取ってないのかみたいな、苦しいかみたいなね満足感と引き換えにか。そうそうそう、うん、だからエイスケが思い描けなかった昨日を生きられなかったとしても、うん、それ以外の昨日を生きてるってことはエイスケにとって間違いなくプラスなんだから、うん、それを誇ればいいんじゃないかな。そうか、うん、どううん、まあ結局あれっすよね、どこに意識を向けるかっていう。その通り、うん、自分に意識を向けるんですね。そうな、ちょっと他人軸でしたわ自分の中でな、自分の中で自分他人軸だったな、うんうん、これちょっと一つに統合する必要があるかなって思って、うん、そうだな、うんうん、手を取り合えばいいよ。そうな、そう、うん、敵対してる自分っていうのはそれこそ何かこう自分の中の不穏分子みたいなことだったりするよ。反抗期なのよ反抗期か。そう、自分の中の反抗期なのよ、うん、13歳やねそいつらうん、まあ仕方ないな。う、うん、だからそいつらが何を持って何を不適されてんのかって理由があるわけよ。うん、うん、そうかそうか、そう、ちゃんと理由があるのか。絶対理由あるよ。それを素直に探っていけばいいと。そう、そうか、うん、どう、うん、ちょっと岩盤やめるわ別に岩盤したかったらしてもいいんだよ別に、うん、でもしたいかしたくないかって言ったら多分したくないよな。拳痛いてえもん心が痛いだろ痛いんだよ。殴った後言っちゃいたいよな。鏡見たら俺の目腫れてんのよ涙でな青たんできてんだよ、うん、そういうことなんや、うんうん、なるほどね。そう、だから理解し合うってことが大事なんよ自分を。結局はそこか。そう、そうだよな、うんうん、やっぱり気持ちで理解できるからね。拳じゃないっすね納得です、うん、そんな感じですね。はい、どうだったかな。うん、対話必須っていうんですかね、はい、うん、こんな感じで大丈夫ですか。大丈夫です、はい、それでは本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。漢字考えることで世界は大きく変わる。フラットよポジティブで。フラットよポジティブであれいいね。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。野田大輔、ちょっと偉そうに人様にねこのフラットをポジティブにねなんて言えねえなってちょっと最近思っちゃうんで言い方変えてみました。なるほど、うん、それではお前たちは最高であれ